YouTube をご覧の皆様、どうもこんばんは。原達志です。今日はね、ちょっと更新が遅くなるというか、多分これ今撮ってるのが夜中2時過ぎなので、明日の朝、アップすると思うんですが、今日は、釣りに行ってきました。はい。自粛という風に言われてるんですが、まあ、海に4時間ほど早まりながら出まして、マグロとカツオ釣りに行ってきたんですが、僕も初めて1本カツオを釣ることができました。はい、こんな感じの、はい、カツオちゃんです。はい、いやー、結構ね、大きい船を貸し切りにして行ったので、まあいい距離感をね、みんなが保ちながら、久しぶりに外なので大きい声で叫んだりもできました。やっぱ人間ね、ストレス発散しなきゃダメですね。ということで、もう結構顔焼けてるよね、やっぱこうやって見ると。はい、という感じで、極力ね、毎日動画更新したいんですが、こんな時間になってしまうこともあります。はい、明日ですね、っていうかもう今日なんですが、全日本プロレスの、大会、見に行ってきます。まだプロレス自体も、3分の1くらいかな、しかお客様が入れられない感じみたいですが、一応ちょっとでもレポートできたらなと思っております。はい、というわけで、今日はね、まあ、毎日動画はこんな感じのちょっと短い、動画になるんですが、今日の、釣りの模様なんかも旅動画としてあげたいと思います。これで旅もね、まあ、近々の距離のとこしか行けないんですが、名古屋、静岡、そしてこの前の茨城、これで神奈川、4県です。まだまだ日本一周までは、遠いですし、ずっと続けて旅することもまだまだできないんですが、ぜひ見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけで、原田篤志でした。